私は京都にありますルイ・パストゥール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は漢方薬の闇と大嘘というテーマでお話をします。なぜ副作用で死者が出たのかと酸化ストレスとの関係もお話をします。このビデオの用紙です。漢方薬の保険適用、それから 有効性や安全性試験をやっていないお話をしますそして正しい漢方薬の飲み方も解説をしましょう長期投与で死者が出た理由これ酸化ストレスなんですがこのお話をしますさて私は25年間臨床医外科医としてですね、えー、大学病院で勤務してきましたが、えー、漢方薬に対して考え方があります 基本外科医はですね漢方薬を出す機会が少ないんですが有効性試験安全性試験がないものを患者さんに投与するのはどうかということで、えーまあ、当然副作用で死者が多数出ていることも考えしまして25年間の臨床医の間は1回も処方をしたことがありません信念を持って処方しなかったということですさて 漢方薬薬かから見つかった医薬品というものものあります甘い草と書いて肝臓と読むものにグリチルリチンという有効成分が見つかっていますグリチルリチンは薬理的な副作用が認められて、えー、日本政府は国民に対し1日の摂取量を 200mg に制限したとあるんですが肝臓を食べてはいけないというような制限はまずないんですね 肝臓から見つかったグリチルリチンは、ネオミノファーゲン C という商品名で医薬品として販売されています。まあ、主に使うのはですね、慢性肝疾患なんですが、当然副作用もありまして、高血圧とむくみです。私は漢方は使いませんでしたが、このグリチルリチンはたくさん患者さんに投与してきました。なぜなら、この 医薬品の申請の時に安全性試験と有効性試験が行われているからですさて漢方薬が保険集載になっているのはなぜかを考えてみましょう基本的に医薬品の認定というのは有効性試験安全性試験をやっていることそして単一の物質なんですね化学物質とかタンパク質とか酵素とか一つのものなんですところが 漢方薬は小薬を多数混ぜ合わせたものですし、有効性試験・安全性試験は一切やっていません。しかしながら、昭和42年から段階的に医療用漢方製剤が保険収載され、現在では医師が処方すると148種類の医療用エキス製剤と187成分の小薬を健康保険で用いることができる。 つまり通常であれば保険収載さ,されないものがなぜされたかということはですね中国で昔から使ってて大丈夫ですよと言ってえ働きかけた企業がいるからであります。さて漢方薬副作用百科という立派な本がございます。 この本は筑波大学の名誉教授の内藤先生が書かれた本なんですがもともとは麻酔学の専攻でしたが、えー、教授として赴任した筑波大学ではですね化学物質の研究に従事して中毒学の国内第一人者つまり、えー、いろんなものの中毒のですね、えー、日本の最高権威の方でございますさて先ほどの本をベースにして え週刊新潮がです、ね、漢方薬特集を2017年にやりました、えー、まず内容を大まかに言いますと漢方薬は有効性試験安全性試験を行っていない中国で長年使用されていたとして保険適用してしまった副作用で多くの健康障害や死亡者が出たそして本来漢方はですね漫然と飲み続けるものではなく 何かの症状が出たときに一定期間飲むもの。そして、えー、症状がなくなったら飲むのをやめなきゃいけないんですね。えー、そして、漢方薬専門医という制度があるんですが、えー、これは某社が適当に認定させていたというような内容が、えー、週刊新潮には記載されています。さて、副作用で死亡された方の原因ですが、一番多かったのはですね、間質性肺炎。 えー、その漢方は詳細こととかですね、まあ、他のものでもあるんですが、えー、少なくとも40名以上が間性肺炎で死亡この間質性肺炎はですね、えー、コロナの肺炎と同じものなんですが、えー、長期的に炎症が起こるとですね、えー、元に戻らない肺の繊維化が起こることが明らかになっています。そして一旦起きると 死ななくても呼吸障害は障害継続するという厄介な病気ですそして間質性肺炎の大きな原因は酸化ストレスと言われておりましてこの詳細ことを投与でもですね酸化ストレスが上がるというような論文が散見されるようですさて漢方薬を有効に使われておられる先生もおられます例えば いろいろな後遺症を診察しておられる長尾和弘先生の漢方処方の考え方ですがまずは患者さんの始祖と症状をよく診察するそして効果がありそうな漢方を選んで投与する効果があれば継続をしますし効果がなければ中止非常にリーズナブルな治療法だと私は考えています。 ところがですね、マスコミで取り上げられた、某コロナ後遺症外来を行っている医師はですね、数千人の後遺症を見ているとおっしゃってるんですが、同じ漢方薬をほぼ全ての患者さんに投与しておられるそうです。そして、効果のデータは取っていない。まあ、こういうドクターを信頼されるかどうかは皆さんでお考えください。 さてまとめます漢方薬は有効性も副作用も分かっていません基本的に長期間のむものではありません医薬品ではありません飲むかどうかどのような意思にかかるのかというのは皆さんご自身で判断をしてください抗酸化研究室の情報です